どうも、ペンギンズののぼうです。今回はですね、4月25日発売の佐賀シリーズ最新作佐賀エメラルドビヨンドにまつわるスペシャルインタビューということで、こちらの方にお越しいただきました。どうも、御堂綱乗り役、三宅貴博です。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。いやー、生放送ぶりで、はい、ということで、はい、じゃあ早速聞いていきたいんですけども、はい、まあ、まずはやっぱあの綱乗り、はいはい、三宅さんから見た綱乗りは、まあ、こんな人物だよっていうのをちょっと聞いてもいいですか。そうですね、なんか個人的には、うん、やっぱり京都弁、うん、京都弁というか、まあ宮古市弁、はいはいはい、そこというかちょっと関西の訛りがあるっていう中では、はいはいはい、なんか思ったよりもザ・主人公っていう感じだったかなっていうところがあって、やっぱりテキストだけだとちょっとこう関西訛り、京都訛りみたいなのがあるとちょっとクールだったり、はいはいはい、少しこう車に構えてたりというか、はいはいはい、熱血って感じじゃないみたいなのがあるんですけど、なんかボイスを取って後に、うん、なんかこう思ったよりもこう熱いキャラになったなって、うん、なんか感じましたみたいなことを言っていただいて、おあ、なんかそれはでもやっぱテキストだとそういうところはまだ分かんなくて、はい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 、ボイスを入れるとそういう感じになるのかなとかは思いましたね。じゃあその、まあ、ロバサガワンだとアルベルトとか、はい、スリーだとユリアンとかみたいな、このザ・主人公枠というか、そうですね、なんかただこう思い悩んだりとかすることはもちろんあるし、おお、あとちょっとそのミステリアスな部分も残っているというか、じゃあちょっと新しいタイプの、そうですね、単純にあの訛りがある人がこうど真ん中で主人公をやるっていうのもなんか意外と珍しいなっていうところが自分的にはあったので、ほうほうほう、なんか本当に新しい主人公像になったらいいなっていうのは、綱乗りの魅力っていうのは、そうですね、やっぱりその生い立ち的に、はい、まあ、生い立ちっていうのはそのエメラルドビジョンが見えるっていうやっぱ設定があるので、うんうんうん、その状態でこう過ごしてきたっていう人生がある中で、うんうんうん、なんかやっぱり大変なこともいろいろあったと思うんですけど、なんかそれをちょっと乗り越えたりとか自分なりに整理しながら生きてきたことで、なんかこうちょっと自信のある部分とか、なんかその辺がかっこいいかなっていう、なんか裏付けのあるこう自信みたいなところ、ボイスに関してもちょっとこう堂々としてるというかっていうところは意識してるんですけど、ミステリアスなんだけど芯の通ってるところは、ちょっとエメラルドグッズつけてるじゃないですか。今着ると。え、ちょっと。このメガネ、エメラルド、伊達とか言ってるから。ちょっと準備がしっかりされて。あれもいいです。2つ、3つぐらい注文して、はい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 、なんか良さげなやつ選んで。あ、厳選した結果、厳選したこのエメラルドだったんですね。3体ガチャから厳選して。ガチャって呼んでた。ガチャって呼ぶんですね。いいやつ。一応 SS が出たんで。それ持ってきました。その役作りの中でこう意識したみたいな、ここはみたいなあります？そうですね、やっぱりそのさっきのちょっとこう芯のあるっていう自信のあるっていうところを、うんうん、まあ、京都弁って言っちゃうんですけど、毎回その宮古市弁宮古市弁ね、はいはい、で表現していくのをなんかどうしたらいいかなっていうのはあって、うんうん、最初なんかオーディションもテープを取って送ってくださいっていう形式だったので、うんうん、その時からまあ一応役作り始まってはいるんですけど、うんうん、普通の京都弁キャラっぽい感じで作った時に、うん、なんかハマらないなとか、うん、なんかこう佐賀っぽくないなみたいな、はあ、やっぱそこも意識しないといけないですよね。はいはいはい、まあ、それはカーツさんがどう思ってるかっていうよりは個人的なとこなんですけど、はいはいはい、なんかやっぱりその佐賀の主人公ってこう運命に挑んでいったりとか、やっぱ挑戦していくみたいなところがあると思うので、なんかこうちょっとしゃあないなぐらいの京都弁のキャラだとちょっとこう挑む感じがなんか足りないなっていう、確かに立ち向かっていく感じっていうのが出さなきゃいけないかなと思って、なんかテープの時から作ってはいったんですけど、その場合だ、今の言葉で言うとやっぱちょっと強めに言うとかってことなんですか。 そうですね、なんか堂々ととか、そう、本当しゃに構えないっていう感じは意識した気はしますね。なんかこう反らさないみたいな、はあはあはあ、来たものに対して、はあ、なんか京都弁ってなんかちょっとこういう、
なんか柔軟な感じありますよね。こうもうちゃんと対面していくみたいな。それでもこの先に自分の進むべき道があるのは確かなんや。あれですよね、宮古市弁の監修というか他の方のもですよ、ね、宮古さんやられたんですよね。そこは本当に一番楽しかったですけど大変でしたね。いやそこもやっぱりその京都弁とか宮古市弁っていうよりはそのやっぱゲームの中でどう入るかみたいなのもちゃんと伝えていくんですか。やっぱりその佐賀っぽいテキストというか川津さんのテキストに何かそのいわゆる川津さん節みたいなものを感じてたので、もう本当にナチュラルな普通の宮古市弁にしちゃうとちょっとそれは失われちゃうなっていうところがあったので、他の方のその宮古市弁に関してもちょっとそこは意識して。ああ、じゃあそれもう本当三宅さんじゃなきゃできないことでしたね。いや、もう佐賀シリーズプレイしてないと、はい、ね、川さんのテキストのね良さみたいなのはやっぱりやってないと分かんないですもんね。そうですよね。なんかともすればちょっと違和感に感じる人もいるかもしれないですけど、はい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 、なんかやっぱりこう可愛げというか、はいはいはい、なんか佐賀っぽいなみたいなのがあるので、川津さんもおっしゃってるんですけど、うん、なんか京都弁ではない、うんうんうん、なるほどなるほど、そっか、そのこのお花、この作品の中の宮古市弁っていうものっていうところが前提にあるので、関西出身じゃない方も半分ぐらいいらっしゃったんですね、それを喋られる方々が。だから一応その綱乗りの後にその方のイントネーションのガイドになるように自分がそのセリフを読んでちょっと聞いておいていただくっていうのはあったんですけど、自分がそれをやらされても多分無理だろうなと思うんですけど、やっぱりちょっと難しくて、そのイントネーションを真似していただくっていうのが、はー、なのでそこはもう本当に収録の時に結構はー、ごめんなさいここもうちょっとこうですみたいな、それを出てくる人分というか宮古しめしゃべる人分やったんですもんね。はー、すごいな、あれはすごい体験でしたね。いや、ちょっとでも他の人のセリフも気になってきました、そうなると。そうですね、そこは本当にあの楽しみに、うん、あの本当宮古弁として楽しみにしていただきたい、宮古弁というよりは、はい、新しい言語というか、として佐賀夢の言語として、はい、ああなるほど。ちなみに綱乗りに対してこの注目してほしいポイントというかあります。ストーリーは、うん、僕もそれこそ全部知ってるわけではなくて、本当にあの要所要所のボイスでもあるので、それ以外のことは知らないんですけど、やっぱりそのミステリアスな綱乗りの部分っていうことにちゃんと理由付けがあるというか、ちょっとあんまりこう全部言えないんですけど、これがそこはすごい楽しみにしていただきたいっていうのがあります。そっか、どさっとストーリーを今もらって読んだわけじゃなく、その今セリフで今読み取ってる状態なんですね、三宅さんもね。だから、はい、この間に何があったのかとかって、あんまり知らない状態、分かんないことはあの聞きましたけど、でもほぼ知らない状態なので。あ、そっか、うわ、このセリフなんだみたいな、うわ気になるセリフみたいな、結構ありましたね。ああ、その言った種明かしになるような、これそうだろうなみたいなのももうありますね。はあ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 、あるし、あれ何だったんだろうって未だに思ってるのもあるし。どんなゲームになりそうですか。やっぱそのストーリーでびっくりするようなとこもありそうな感じなのかな。まあ周回前提っていうとあれなのかもしれないですけど、はいはい、何回も同じ主人公を繰り返して楽しんでほしいっていうところを、あのカズさんも市川さんもおっしゃってると思うんですけど、そこはやっぱりストーリーにも反映されてるなっていうのはすごい思いますね。同じようにプレイしてても全然違う展開になるとかっておっしゃってたじゃないですか。なんかそれはすごいあるだろうなと思いますね、ボイスを見た限りでも。どうなるんでしょうね。どうなるんだろう。ラスボスとかは結構なんか兄弟だなぁと思います。じゃあそう、ボイスで判断、はい、ちょっと、なんつったんすか、なんで喋ったんですか。こんなん勝てるわけあらへんやろみたいな。なんか、これ以上言えないですけど。なんて言ったんだ。
綱乗りが、そっか、ラスボスを 目の前にした時のセリフをもうおっしゃられてるんですもんね。はい、一応あるので。ありましたよ、だからその最後ボス前にこうあるセリフ一言ずつみんな言うパターンありますもん ね、もう前のシリーズでもね、はい。じゃあ三宅さん自身も探シリーズはやられてるということで、はい、あ、ありがとうございます。今まではどんな作品をプレイされたんですか。僕多分最初にやったのがサガフロンティア2で、うん、2スタートで、ちょっとどっちが先か、多分サガフロ2からで、アンサガが次にあって、うん、で、ミンサガとか、あ、もうそこも年齢で、年別順ってことで、はい、で、DS は多分ちょっと飛ばして、うん、あのサガスカ行ったり、うん、まあ、サガじゃないですけど、合間にラストレムナントとか、カズさんもね、あのサガに座っていただいたりとかして、はい、今は、リユニバース好きみたいな感じなんですけど、ね、でも始まる前まで始まりますって言われたらちょっと待ってくれよって思いましたけどもうちょいパーティー編成話し合いたかったのにね、はい、一番好きなのはそうするとその中で、そうですね、生放送の時もねまた言わせていただいてましたけど、本当にサガフロンティア2は、うん、なんかサガっていうよりももう作品として衝撃を受けたっていうのもありますし、なんか多分自分のお小遣いで初めて買ったのが、なるほど、覚えてますよね、そういうソフトはね。それまでやっぱりあの誕生日とかに親に買ってもらうみたいな感じだったんですけど、なんか ようやくお小遣いをもらって、はいはいはい、なんか買おうってなった時に、うんうん、なんかわかんないですけどパッケージを見て選んで、あの剣のサカッて刺さってる見て選んで、やっぱすごい音楽と映像とストーリーと衝撃を受けて、当時なんかあのパソコンで RPG をなんか作ろうみたいな感じのソフトがあったんですよ、2000年ぐらいの時に。流行りました、ね、で、なんかそれを買って遊んでたんですけど、あれってあのマップチップでマップを描くときに、あのドラクエとかみたいなマスをこうバーってタイル状にしていってマップを描くみたいな感じなんですけど、サガフロ2をやってからサガフロ2ってそういうのないじゃないですか、うん、あのタイルの継ぎ目みたいなのが、うん、ない、なんか水彩画の絵を描いて、うん、マップのタイルはあるんだけど、うん、ここのタイルは通れない、うん、とかっていう風にして、うん、絵なんだけどちゃんとフィールドとして歩けるみたいなのを作りたいなと思ってなんかそっからそのサガフロ2っていう作品がなんか自分のその心の原風景みたいなのにずっとなってて、お芝居する時とかも多分すごい影響を受けてるなと思いますね。開発者インタビューみたいになってきましたそこまでではないですよ。いや、このマップの作り方の、でもサガフロ2やられたのって大体おいくつとかどれぐらいの。小6中1でサガフロ2の魅力に気づける人すげえ。うわーマジっすか、感受性すごっ全然わかんなかったっすよ最初やっぱ大人になってからなんかあの家族愛だったりとか、うん、そうだからなんかすごいいや本当になんか畳の上に座ってデュエルの、デュエルっていうシステムがあるんですけど、1対1で、ね、1対1で戦ってコマンドを入れて、うん、4つのコマンドぐらい入れて、うん、なんか繋がったら技が出るみたいな。ひらめきやすいんですよね、デュエルの。そうそうデュエルで飲んだ技を普通のパーティーよりもあっちの方がひらめきやすいって、ね、そうアルティーマには持ってなかったので、うん、分かんないんですよ、その組み合わせが。そうかそうか、そうっすね、そうだ決まってんすもんね、一応この組み合わせだったらひらめくかもこれが出るっていうのがあるので、だから当時すごくネットが身近になって、うんうんうん、ホームページとか調べれば、うん、載ってるやつがあったんですよ、はいはいはい、そういうのが あった僕たもんね、アルティマニア持ってないから親のパソコンでそれ調べて、親のプリンターちょっとこっそり使ってめちゃくちゃこう印刷して、あったあった、僕もありました、ね、攻略本みたいな厚さのねプリンターの紙の束ね、僕もいくつもあった家に、ただあのページを印刷しただけでこんなやつを置いて畳の上でなんか「出た!」とか「出ない!」とか言って、はいはい、月々払いみたいなことですよね確か集中、叩くみたいな、カメゴーラ割りとかあでしたっけ、それが確か覚えてんだ。でそれをなんか畳の上でやってた少年が、うん、なんか今最新作の主人公やってるんだけど、うわー、率直にどうですか、そのお気持ち的な、その
なんかそれはすごい引きこもこもというか、なんか哀愁もあり、なんか嬉しさもあり、はいはいはい、あ、やっぱ哀愁とかが出てくるのが差額の2の人っぽいですね。そのただ嬉しいだけ、そう、ただ嬉しいだけじゃなくて、三宅さんをなんか作ってるものなんだろうな、差額の2って。なんかこの、もう本当におっしゃる通りですね。系譜じゃないですか、やっぱ差がって結構そのつながっていく時代とともに、なんかそういうのも感じましたね。あの時の俺がみたいなのとか、感情のなんかなんだろう、持っていき方だったり動き方がサガフロ2っすね。なんかこれ聞いてたらサガフロ2と喋ってるみたい、なんかそこまで、なんかやっぱその人がね、宮古市弁とかも監修してるとなると、やっぱそこに、なんか、サガフロ2の血もやっぱ入りつつなんだろうなとか、そうですね、なんか分からないとは思うけど、やっぱ入ってるみたいな感じだと思いますね。ということで、じゃあ最後にですね、サガエメラルドビヨンド発売を待っているプレイヤーの方々に、ちょっと一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、サガエメラルドビヨンド、4月25日に発売になります。なんかあのインタビューとかをこの間聞いてたら、魔石というのが結構重要だみたいな、カーズさんがおっしゃってて、なんかぜひ予約するともちょっともらえるんですかね。それがどうするかは皆さん次第だと思います。どの線を選びますか。ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。そうですね、本当に大変な時ありますから、探しシリーズのね、そういう素材とかアイテムとか装備とか、ね、誰にするかとかどうするかとか、やっぱちょっと予約した方がねいいだろうなって。ということで、ますます楽しみになりました。宮城さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ぜひご覧の皆さんも概要欄からサガエメ予約していただいて、みんなで発売を待てればなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまたね。